ロータス49。ロータス49は、ロータスのコーリン・チャップマンとモーリス・フィリップがデザインした、フォーミューラ1カー。名機フォードコスワース DFV エンジンを最初に、搭載した、イ一マシである。カラまで使用されて、通算12勝を獲得、ジム・クラーク5勝、グラハム・ヒル4勝、ヨッヘン・リント2勝、ジョーシュ・フェール1勝、排気量2.5リットルの、 コスワース DFW エンジンに積み替えて、タスマンシリーズにも投入された。ロータスはに投入した43において、エンジンをモノコックにボルト止めし、強度部材、ストレスメンバーの一部とする設計を導入したが、搭載する BRMH16 エンジンの性能不足に苦しんだ。ロータスは、イギリスフォードの資金援助を受け、エンジンビルダーのコスワースと協力して密かに、 フォード DFV エンジンの開発プロジェクトを進めた。49の開発は、これと並行して行われ、コンベンショナルなバスタブ式モノコックの後方に、DFV エンジンをミッドシップマウントした。チャップマンは当初、ポテンシャル的に未知数なコスワース DFV エンジンに、開発リソースを集中させるため、フィリップに対しシンプルで、コンベンショナルな車種設計を要求した。 それを受けてフィリップは一連のロータス製アルミモノコックの構造を踏襲し、空力デザインに至っては49で、やや後退した感もあったほどだが、例えばフロントサスペンションには当時の F1 マシンの標準からはやや逸脱したロール戦隊動量が大きく出る上返りズノの強いアッパーアームを与えるなど、サスペンションジオメトリには49独特の特徴が見られる。 DFV エンジンは1967年5月に完成し、第3戦オランダ GP から49が実戦投入された。初期の開発テストは、ジム・クラークが税金対策でパリに居住していたので、グラハム・ヒルに任された。ヒルは自分用のマシンをすでに調整済みでポールポジションを獲得したが、クラークが自分用の49に接したのは予選の2日前で、 サスペンショントラブルに手間取り、予選では8位に甘んじた。しかし、本番のレースでは、テスト走行に使われて、走行距離の長かったヒル車が、初期、DFV エンジンの抱えていた欠陥である、タイミングギア破損でリタイアし、走行距離の短かったクラーク車が、デビューウィンを飾った。フランス GP では、クラーク、ヒルもに、ギアボックス破損でリタイアしたが、イタリア GP では、 トップを走行中に、右後輪のパンクで周回遅れとなったクラークが、猛然と追い上げて、再びトップに立走りを見せた、最終ラップで、ガスケを起こし3位。アメリカ GP では、クラーク社、ヒル社もにメカニカルトラブルを起こしながら、3位以下を、すべて周回遅れにして、初のワンツーフィニッシュより、ポテンシャルの高さを見せつけた。1967年は出走した9戦すべてで、 ポールポジションを獲得し、デビュー戦を含めて4勝を挙げた。しかし、DFV エンジンの初期トラブルや、ZF 製ギアボックスの信頼性が低く、クラークは3回リタイアして、チャンピオンを逃し、ヒルは2戦しか完走できなかった、リタイア7回。翌、元日開催の開幕戦南アフリカ GP で、クラークとヒルは2度目のワンツーフィニッシュを飾った。 1>, 1から3月のタスマンシリーズに出場したマシンは、ブリティッシュグリーンではなく、タバコ銘柄、ゴールドリーフのパッケージにちなんだが、白、金のカラーリングをまとった。S ソ、SO、の CM チキを受けての変更で、以後、第1回では、ナショナルレーシングカラーからスポサーカラーへの移行が進むことになった。このシーズンは、問題の改善が進んで49が優位になると、見られた。 だが、開時ヨーロッパラウンド開幕を前に、クラークは4月の F2 レースで、自己死してしまった。1968年第3戦モナコ GP から、投入された改良型マシンは、49バイトと、呼ばれる。ホイールベースが 75mm 延長され、問題の多い ZF 製ギアボックスが、ューランド製5速に変更された。また、フロントノーズ左右にウィングを装着し、 エンジンカウルにリアスポイラーを取り付けるなどダウンホース発生を意識したものとなった。後にはノーズにフロントラジエータ放熱用のダクトが開放された。第4戦ベルギー GP でフェラーリとブラバムがエンジン上部にミッドウィングを装着するとロータスは第7戦イギリス GP からシャパラル風のハイマウントリアウィングを取り付けた。支柱を後輪のアップライトに直接マウントし、 ダウンホースがバネ下に作用する方式で、たちまちたチームにも取り入れられた。ロータスは装置を進化させ、最終戦メキシコ GP ではドライバーがペダルを踏むと、ウィングが寝て、ドラッグを減らす、可変式を投入した。ヒルは、クラーク・ナキアと参照を上げ、自身2度目のチャンピオンを獲得。また、プライベーターのロブ・オーカー・レーシングチームに売却された49バイトに、乗り、 ジョーフェールが一勝を挙げた。ロータスは3度目のコンストラクターズタイトルを獲得し、選手権2冠を達成した。はシーズン中に4輪駆動の63を投入する計画だったが、失敗作だったため、49バイトを継続使用した。第2戦スペイン GP では、ヒルと翌ンリントの2台ともウィングの支柱が折れて、クラッシュする重事故が発生。リントは負傷欠場。 FIA は、次戦モナコ GP 予選中にハイマウントウィングの使用禁止を通達した。この年のタイトルは、マトラ DFV とジャッキー・スチュワートのものとなったが、リントは、アメリカ GP での初勝利とポールポジションを獲得し、才能を開花させた。ヒルはモナコ GP5 勝目を挙げたが、アメリカ GP で重傷を負い、チームを去ることになった。 ファイアストンタイヤのワイドトレッド化に対応してマイナーチェンジされ 49C に改名。ウェッジシェイプボディの新車72のサスペンション問題が解消されるまで使用された。リントはモナコ GP でジャック・ブラバムを最終ラップに逆転し49シリーズ最後の12勝目を獲得した。また、イギリス GP ではエマーソン・フィッティ・パルディが 49C に乗って 第一デビューしている。49シリーズは9台制作され、うち7台が現存する。損傷したマシンを再生する際シャーシナンバーを更新したため、シャーシナンバーは12まで登録されている。最後の9台目はイギリスフォードの展示車として制作され、レースには出走していない。太字は、ポールポジション、車体は、ファステストラップ、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。